はーい、お疲れ様です。元光です。言論プラットフォームの方のチャンネルになります。 今回のお話なんですけど、撮り鉄さんに関するお話なんですけどね、昨今、いろんな迷惑行為とかして、メディアにもめちゃめちゃ取り上げてる撮り鉄さんなんですけど、そんな中ですね、ある撮り鉄さんがね、こんなツイートしてたんですよ。まあ、簡単に言うとですね、撮り鉄っていうのが悪いイメージつけられすぎて、いじめを受けてるんだーって、だからメディアはもう誇張した表現とかやめてくれーって言ってるんですけど、ただね、ネット上では、おいや、お前にも悪い部分あるだろうとかって批判を受けたりだとか、結構、 賛否両論の話なんですよねただいじめをされてるっていうその事実だけは明らかにダメなことなんでね、まあ、今回この件についていろいろお話ししていこうかなとは思うんですけどぜひ、まあ、ねいろ、あのー、んな意見がある話だと思うんでコメント欄でね皆さんの意見お待ちしてますということで見ていきましょう元光のチャンネルでは時事ニュース系のことをお話していきますのでいいねと思ったらぜひチャンネル登録もよろしくお願いしますということでねネットで今ツイートで話題になってたのがこちらなんですけどメディアなどに切実なお願いですって対象を 鉄道として写真を撮ることを趣味にしている人が学校などでいじめを受けていますということで撮り鉄をえ趣味にしている人がえいじめを受けてるとその苦しみから自傷行為などに及ぶケースも多数あります。えマジってそんな言葉になってるのもう社会問題だよね。 で視聴率稼ぎの誇張表現を含む報道は控えてください。お願いします。状況は深刻です。ということで、まあ、この人も撮り鉄さんなんだと思うんですけど、えー、メディアのね、その報道の仕方がおかしいだろうということで声を上げてるんですよね。でね、この話でいろいろと思うところあるんですけど、ちょっとずつねお話していこうと思うんですけど、まずメディアがね、視聴率稼ぎの誇張表現を含む報道をしてるっていうふうに、ね、声を上げてるんですけど、この件に関しては結構今ネットでも話題になって あるユーチューバーのスーツさんって人がいるんですけど、まあ、有名な人なんですけどねこの人が撮り鉄への変更報道テレビ朝日は印象操作をやめろとかって、ね、YouTube で話していたりだとか、まあ、この話何なのかというとざっくり言うとテレビ朝日のニュースでこんな感じ、まあ、ちょっと見づらいかもしれないですけどある敷地のどっかでね、えー、三脚を立てて写真を撮ってる撮り鉄さんの様子を上げて、えー、刑事罰に当たる可能性もあるっていうことでニュースで上げてたみたいなんですけどただこの この場所っていうのがそもそも誰の所有地かっていうのを一切言ってないんですよね。あくまで可能性があるっていうことを言って、で、言葉としては刑事罰だとかっていう言葉を使ってるんで、ちゃんと調べもせずに、三脚を立てて写真を撮ること自体をね、すべて悪いものみたいな感じにしてる。これは変更報道だっていうことで、有名な YouTuber のスーツさんが取り上げてたんですよ。で、その記事をね、あのー、テレビ朝日さんは削除したとかいう話になってるんですけど、 まあこうしたメディアが誇張的にね表現を使って取り鉄を取り上げてるっていうのがね最近ちょこちょこあるみたいなんですよね。うんまあ確かにそれは良くないなとは。 思うんですけどただ元光もね撮り鉄さんに関しては何回も取り上げてるんですけど今年入ってもねめちゃめちゃいっぱい取り上げてて、ね、いろんなのあったよ一いさんの胸ぐらつかむとかっていう話もあったりしたわけじゃないですかでこれって、まあ、元光が取り上げてるのは基本的にもう完全に行き過ぎてる誰がどう見てもこれはアウトだよみたいなのを取り上げてるわけなんですけどまあそこまで行かずとも純粋にね撮り鉄さんをやってるというところを取り上げてこれはね刑,罰刑事罰に当たる可能性あるよとかっていう話 話をメディアはしてるということをね言われてるんですよ。スツさんもでね。そのメディアのせいで、この人はいじめを受けてるんだっていうことを言ってるんですよ。まあ、これって難しいところですよね。まあ、いろんな問題がありすぎて取り鉄っていうことで、いじめが起きてるのかまあ、そこら辺ってなかなか難しいとは思うんですけど、この方はそう言ってるんですよね。で、さらにいじめられる原因は本人にある公言しなければいいという意見が多いですが、自分が言ってるのはなぜ？鉄道写真を趣味にしているだけでいじめられるのかと。いう 話です。ということでね。まあ、こういう風に言ってるんですよ。まあ、ちょっと元つ的な感想で言うと、あのちょっと厳しい意見にはなるかもしれないですけど、やっぱ世の中の趣味とかいろんなものって、ある程度固定概念というか、知らない人からのイメージって勝手につけられてる部分があると思うんですよね。まあ、例えば音楽界のまあ。こういうジャンルは悪い人が多いよ。みたいなイメージがあったりだとかえー、元つがやってる。あのスポーツ。 まあ、テニスなんですけどテニスとかだったら知らない人に自己紹介とかすると「あテニスやってるんならチャラチャラしてる人なんだね」ってそういうこと言われたりもたまにするわけなんですよね。そういうコンテンツのイメージがあるっていうのは事実なんじゃないのかなと思います。そしてそういうイメージっていうのは人伝い渡れば渡るほどイメージで誇張されると思うんですよね。まあ、だからこそ、まあ、メディアも一つそうなのかもしれないですけど。 鉄道写真を趣味ににししてていいるるるこことととだだけでである種固定概念を他の人れっうううはょがないことだと思うんですただ、ここですよね、ポイントは。いじめられるかどうかっていうのは、また話が別になってくるんで、こういう人が多いよねっていうイメージがあったとしても、じゃあ、いじめをしてもいいかどうかって、また別ですよね。だから、ここら辺って話がまた別個の問題になってくると思うんですよ。いじめってなると、学校でのいじめってなると、趣味云々とかじゃなくて、いじめ行為をどうなくしていこうっていう話になると思うんでね。 それに趣味の中にはもしかしたらみんなに言えない趣味とかを持ってる人もいると思うんですよ。 そこら辺はケースワイケースだと思うんですけど、その苦しみから自傷行為など及ぶケースとか、もう本当に社会問題になりつつあると、今のね、撮り鉄さんの迷惑行為が、えー、こういったことを実際に及ぼ影響を及ぼしているというんであれば、もっと根本的なところをね、えー、考えないといけないんじゃないのかなと、元光は思っちゃうんですけどね、メディアに切実なお願いというよりは、じゃあ今、撮り鉄さんの迷惑なことをしてる人にお願いして、ちょっと、みんなやめてくれよって。 健全な在り鉄さんたちが、えー、みんな被害受けてんだよ、お前たちのせいでっていうことを声上げるべきなんじゃないのかなと思います。メディアとしても、まあ、迷惑な行為をしてる人たちがいないんであれば、取り鉄さんを取り上げたところで、視聴率も何も稼げないし、もう取り上げなくなると思うんですよ。だからこそ、やっぱ訴えかけるのは、一部の,その迷惑な取り鉄さんたちに対してなんじゃないのかなと。 元三つは覚えますそして実際にこういういじめ問題とかに本当になってるんであれば社会問題的なところでもあるんであの鉄道会社ももうはっきり今までみたいに多めに見てあこれぐらいだったら許すよとかもうはっきり罰則与えてこれは駄目ですって。 しっっかかりりととと取り締ままていいいくことが重要なななんじゃないのかなと思います、まあ、もちろん鉄道会社さんが今まで悪いことをしてたとは思わないですけど甘やかせすぎたせいで一般の人にまでまあそういう迷惑なことを及ぶようになったからこうやって取り上げられるようになっちゃったんだと思うんでやっぱそこら辺もはっきりと。 あの止めていいくべきじゃないですかそしたらあの迷惑な人も減るだろうしそうした流れが一番撮り鉄さんの、ね、イメージを払拭する流れになるんじゃないのかなと思いますということで、ね、ネットの意見とかも、ね、見ていこうかなと思うんですけど公言しなければいいじゃんってそもそも公言するあたりそういうところやぞって思ってしまうということでやっぱね趣味の中でもね人に言いづらい趣味ってあると思うんですよ撮り鉄さんからすると写真撮ってるだけじゃんとは思うかもしれないけどうんまあここら辺もね 言わなければいいんじゃないのかな？とも元日も思っちゃいますね。こちらもいいね。させていただきますね。とか、あと他にはね。普通に公言してるけど、いじめられたこととかない？笑ってまあ多分ですけど、いじめってあの趣味云々でいじめられてよっぽどだなと思うんですけど、その環境がね。 うんそんなやばいとこって本光は知らなくて、まあ、中にはあるかもしれないですけどね実際この人が言ってる通りそういう意味で言うとこれってまた別の問題じゃないっていうところは感じますねこちらもいいねさせていただけますねあっ本光ねツイッターもやってるんでもしよかったらフォローもしていただけると嬉しいんでよろしくお願いしますとかあと他にはまあ外役な取り手つが減らんかりはメディアも取り上げ続けるんだろうなってまあそうだよね 露骨に迷惑な取り鉄がいるからこそメディアも取り上げるんであって、まあ、ここのどうにかできたらね、多分メディアも取り上げない。だから風評被害っていうのも来ないんじゃないのかなと思いますけどね、変更報道もする必要ないからね、こちらもいいね、させていただきますね。とか、あと、こちらの方はね、対策方法だーっていうことで、同じ趣味の人を見つける、トレーニングなどをして筋肉をつける、公言しない、学校に 行かないって言おうとしたのかなこれ。行かなかったらダメだからね。こちらね、一旦いいねと。あと、警察署、交番行ってみます。温厚にするとかってね、こうやっていろいろ対策をね、書いてくれてます。こちらもいいね、させていただきますね。ただ、これって、まあ、どちらかというといじめの対策方法だと思うんで、やっぱり、取り鉄の話で変更報道があるっていう話といじめがあるっていうことっていうのは、ちょっと別個に考えないといけないんじゃないのかなと思います。 とか他には、えー、本当にその通りです。外悪な鉄道ファンならまだしも、あたかも鉄道ファン自体が悪いような報道をするな。鉄道ファンというだけで叩くな。おい、見てるか、テレビ朝日をはじめとしたテレビ局、お前らのせいで風評被害食らってんだって、この人も言われてるんですけど、まあ、確かにね、メディア側もさっきみたいなね、スーツさんが取り上げてた話とか、うん、それはちょっとやりすぎだなって思う部分はあるんですけど。 ま,あまずは、この外役な鉄道ファンたちに対して、声を上げるべきなんじゃないのかなと、元光は思っちゃいますけどね、特にツイッターとかだったら言いやすいのかなと、こちらもいいねさせていただきますね。ということで、今回は、リり鉄さんのね、イメージが悪くなりすぎて、いじめまで発展して社会問題になるっていうようなお話でした。皆さんの意見もね、ぜひお聞かせいただけたらなと思います。元光のチャンネルでは、時事ニュース系のことをお話していきますので、いいねとまたぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。本日もご視聴ありがとうございました。